山本くん、はい、なんか面白いことない？まあ面白いのはまあ人それぞれですけど、ちょっとこの前までネットでちょっと話題になってて、で今日もですねちょっと僕らの間で話題になってたんですけど、最強の運転免許証っていうやつがあって、まあネットやなんかでね見てご存知の方もいるかと思いますけど、いわゆるフルビット免許証、フルビット免許証の話題がやっぱり僕ら、まあ僕らもねおのおのやっぱり免許それぞれ持ってるし、まあ僕らの年代だといわゆる、ね、普通免許がね中型に移行した年代なので、まあ免許証のまあそこの資格のところですね、あそこのところのまあフルビットっていうのに対するまあ知識というか、まあ、認識はあるので、まあ、その中でこのフルビット免許証っていうのがね、ちょっと話題になっているのを見て、まあ、まずそのフルビットっていう呼び方、あれをまあ初めて知ったっていうのもありますし、まあ、そのフルビット免許証がね、まあ、昔一回は必ず話題になるんですよね、免許証のあそこの取得欄を全部1にしたいみたいな、そういう夢がみたいなことがあるけど、まあ、大体そういう話をするときに原付の免許がね、原付の免許が、普通自動車免許を先に取っちゃってると1にならないので、もうその段階でフルビットが、できなくなるっていう話で、大体まあ盛り上がるというか、まあ、そこで話が終わっちゃうというか、で、まあ、何がネットで話題だったかというと、免許証の見本のね、日本花子さん、あれ日本花子さんなのかな、日本花子さんなのかな、女の人のね免許証が見本のやつが実は全部フルビット、まあ、つまり全部1、まあ、結果としてどういうことかというと全部取得済みであるということになってて、まあ、最強の免許証っていうのがまあネットで話題になっているってことなんですけど、まあ、要はフルビットをするにはで何かっていうと、まあ、免許証全部取得するっていうことなんだけど、これを聞くだけだけどへーと思うかもしれないけど、実際に僕らとかから見ると思うのはかなりそれが難易度が高いと、このフルビットっていうのがかなり難易度が高い、まあ、なぜかというと、まあ、皆さんご存知の通り、下位の免許証、免許は、その自分が取得している免許より下位の免許は、そのまま乗れてしまうという日本のこの道交法の道交法でいいのかな、ルールがありますので、まあ普通一般的に僕だったらまあ中型持ってるんであれば中型より以下の準中普通小型特殊あたり特化そこら辺までは普通に乗れてしまう、でもしくはこれで大型の免許持ってる人だったらまあ大型以降のまあ中型より下は全部無条件でそのまんまその免許証に乗れてしまうっていう今の体制なので、まあ逆にフルビットを目指すのであれば原付そして古徳みたいな感じで順番にやっていかなきゃいけないし、最終的には2種免許ですよね、牽引だったり2種あと大徳あたりまで行かなきゃいけないと、でただ、まあ、実際に、ね、トラックに乗ってる人間からしてみると、その大徳免許とか古徳免許とか、まあ、どこまでいるのかいらないのか実用的なのかそうじゃないのかっていうのがなってくると、まあ古徳とかあたりなんか本当おまけでもいいし、あと経験から言うと実は小型特殊の運転免許、まあ、要は耕運機ですよね、あれなんか本当に免許持ってるからじゃあ運転できるかというと、まあ、はっきり言ってそう簡単に運転できるもんではないですし、分かんないですしね操作方法が、あと僕なんか経験談で一番思うのが、僕らまあ中型で当時は昔は免許取った時はそれが普通で、何かっていうとまあ総重量8トンまでは運転できちゃうわけですよ、そんな中で僕もいきなり2トントラックとかね4トンとか4トンの平とか乗せられ運転したことありますけど、まあ一番最初に思うのはいやこれ免許ダメでしょっていうね、普通学校じゃね教習所では乗れるからといって、じゃあその免許の取得のねコースの中にトラック講習があるか、原付講習はあるんですよね、そう原付講習はあるのにトラック講習はないので、基本的にはまあ普通免許取ってトラック乗れますよ、8トンまで行けますよっていう話になってても、実際いきなり8トン2トンとかトラックに乗るって路上ですから、やっぱり内輪差とかね
あとその曲がる時の角度とか、まあ、そういうのがすごい僕もビビった思い出もありますし、記憶もありますし、実際にそれで困ったこともありますし、大体あの免許取り立てでいきなりあのダットさんのピックアップトラックに乗って、あの内輪差を忘れてガソリンスタンドであの擦ってしまうような人間だったので、あの、ね、それはトラックになったら、ね、確かにあの大変だし、実際4トンとか乗った時は本当にもうこの免許で乗っていいのかしらというね、疑問はしばらくは持ったまま、今でこそもう中型になって8トンなので、まあ、乗れて当たり前だし、今はもう普通にもうはっきり普通の車に乗る、普通車に乗る以上にねトラックの方が楽だし、あのそうあのねトラックに乗ってる人は分かると思いますけど、トラックは実は普通自動車よりも楽なんですよ。1個は視界が高いので、高いところから前が見えるので、あのね渋滞とか信号待ちでね精神的な負担がね普通車よりも少ないです。だからあのスピードの方も思ったほど出さない、まあ適正なスピードで、ね、法定速度で走っててもそんなにイラつかないし、まあそれ以上出すとね正直エンジンとかにもうなったりなんかして乗り心地が格段に悪くなるので、まあそんなに気にならないことと、あとはやっぱりあのお尻の下にね前輪がある、タイヤがあるっていうののメリットっていうのをすごい感じますね。だからトラックを運転したことがない人ほどあの回りにくくないというかね、まあもちろん内輪差とか、あとキャビンの出っ張り具合もあるので大回りになっちゃう部分とかもあるんですけど、それでもあの自分が描くライン通りには結構トラックっていうのはでき乗れる、あの取り回しが効くんですね。だからあの今だとこうミニバンでね、アルファードとかベルファイアとか、あの大きいミニバン乗ってる人とかいるじゃないですか。でも片やあのハイエースとかね、ああいう商用元商用版での方流れのああいうの乗ってる人もいるじゃないですか。個人的にはね、あのハイエースを乗ってる人がハイエース乗ってる気持ちはわかるんですよ。やっぱり僕は運転しやすいと思うので、あのお尻の下に車輪がねあるっていうのは、あのハンドル切るときにね。で逆にあのベルファイアとかアルファードとか、ああいうミニバンクラスになってくると、ガタイの大きさ、車幅とか長さ的には2トントラック、まあ3トンも入るのかな。まあ2トントラック、3トントラックと同じなんですよね、車格的には。ただ、そのタイヤの位置がやっぱり自分たちより前にある分だけ、感覚的には、まあ僕も1回ぐらいしか運転したことないですけど、ちょっとやっぱりね、トラック乗り慣れちゃってると逆に違和感。多分、そういうののミニバン乗り慣れてる人はトラック乗ると違和感を感じるように、トラック乗り慣れちゃってるとあのミニバンに対して違和感を感じちゃうんですよね。ただその免許という話になるとそこまでで、だから免許っていうのをまあ自分がトラックに乗った時思ったのは、そのあまりにもこの免許で乗れる幅が広すぎるだろうっていうのを思ってまあ乗ってて、で今度ね新たに普通ができて、ん2トンが乗れなくなったのか、あ4トンがダメか、3トン未満かなんかので準中か、中型、準中型ができたときは逆にその実際にその免許を持ってる人たちと仕事をするようになったときに、こう4トンが乗れないっていうところになったときに、あなんだめんどくさいなみたいなことを感じて、あと教習所に通ってるっていうのを話を聞いたり、教習所のコースを見たときに、あ大変なんだなっていうのをあのすごい思いましたね。でだからそうやって考えても、僕らの時のフルビットはその中型とかがないので、まあ少ないですよね、項目が。まあ2種っていう最大の壁がありますけど、ただ今の子たちはそれプラスその準中中型っていう余分な部分が出てくるので、まあフルビットを目指す子は多分ね、車にもう今の若い子は関心ないかいないかもしれないけど、そのフルビットっていう免許証がこう話題になってるっていうのは、多分話題になした人が僕らの年代だと思うんですよ。やっぱりフルビット免許に対する憧れとか、そういう尊敬の念とかね、畏怖を持ってるのはこう昭和の残光じゃないけど、まあそんな感じがするので、まあその記事を見た時にね、あのあ懐かしいな、ちょっとエモかったということで、まあちょっと今日気になったんでそんな話をしてみました。一度ね、今のこの話を聞いて気になった人はちょっと自分の免許証を見てちょっとエモい思いをしてくれてもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、こんなところで今日は終わります。